はい、よろしくお願いします。福岡さあ小倉南でドラムとパーカッションをレッスンしています、大竹と言います。よろしくお願いします。遠方に住まれる方も LINE のビデオツアーレッスンや YouTube の限定公開動画レッスンなので、僕のレッスンはメソッド55可能ですので、下記概要欄ぜひご覧ください。自宅で曲を練習しようという生徒さんの補足動画ですね、初心者の生徒さんや子供の生徒さんでもお父さんお母さんと一緒に挑戦できるように説明をできるだけ進めていきます。ちょっとグレンゲと君はロックを聴かないとって、今回3曲目のプリテンダーの第1弾を撮っていくんですけども、ちょっと前回の反省を生かして下の概要欄に、このプリントっていうこのホワイトボードで僕が書いたもの、これをPDF にして写真を貼っときますので、それを写し書きに使ってください。ここでも説明しますけど、多分これで僕はこうやりながらと写して書くの難しいんですよね。で、僕も正直まあまあ軽いやつなんだけど、それでもちょっと重いのでなかなか難しいので、ぜひ下のやつを見てまず写してから説明を聞くようにしてください。で、この動画のレッスンのいいところは、普段のレッスン違っていいところは、とにかく書くと、で丸々一曲自分で書きます、譜面を。で、この書くっていう作業をすると譜面を見るのも強くなるし、解析も早くなるんですよ。もうとっても重要な力になります。ただレッスン時間、1人で丸々1時間の人はグループの人もいれば、30分で個人の人もいます。特に30分で個人の人はグループで1時間の人は、書く時間ばっかり取ってたらもうとってももったいないと。なのでできるだけあんまり書く時間をレッスン中に取りたくないです。まあ、もちろん多少は書きますけども、必修フレーズ集とかですね。ただまだ足りないと思うので、ぜひこの動画でですね、ご自宅で書く時間を確保して、自力で練習してみてください。またいつもの譜面と違って上からこのように連呼つなげた書き方します。で、この書き方もで譜面を読むのに慣れておくのも一個フレーズ解析力上がります。で、この動画で大事なことは、他に前にも言っているので重複になりますが、書くということ、そしてフレーズをジャクツクタクツドツツドツタツツツ歌うということ、そしてカウントしながら叩く、この3つを行うことで、もうど初心者の方でも挑戦できるようになります。なんならドラム叩いたことないよって方でも挑戦できるようにしています。スピードはさておき、なので、ぜひ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 書いて歌ってカウントしながら叩いて練習してみてください。この曲好き嫌い問題なく、すごく実力の向上になりますので頑張ってください。じゃあ一小節目ですね。ここに記載されてないんですけども、まず4小節休みがあって、5小節目から、ドラムは入ることになります。なんでここに書いてあるのも5小節目です。で、これまずリピートマーク書いて、カウントを書いて、合わせて譜面を書いていくんですが、ここに手順が書いてありますね。じゃんつつ、たつつ、どつつ、どつ、たつつつ、最初のジャンツツはタンタカのナチュラルスティッキングですね。タンタカ、タンタカっていうリズムのナチュラルスティッキングは右左でした。なんでもちろんこのクラッシュシンバルとハイハットに振り分けられても右左。で、タツツド、これスネア、ハイハット、ハイハット、ハイハットなんですけども、ずーっと右左です。同じになります。はい。で、この譜面を写してくださいね。写しておきます。もちろん読みも、カウントも書いておきます。はい。これすっごいめんどくさいんですけど、この書くっていう作業を、カウントとか音を書くっていう作業も、それもすごく重要なので、やってみてください。で、次これですね。はい。もう手書きする。パソコンとかで書いちゃダメです。絶対手書きしてください。で、ここが2小説目になります。一拍目以外はさっきと全く一緒になりますね。はい、その次3小説目は繰り返しなんで、このようにアブリビエーションマークです。はい、4小説目は2小説目と一拍目、二拍目、三拍目は変わりません。4拍目が高高になってます。で、ここ、ドツツツ、タツツ、ドツツ、ドツっていう風に書いてるんですね。なんでこのハイハットをダブルタンギング歌い、つまりドクツク、タクツ、ドツク、ドク、タクツクっていう風に、ツクツクって歌い方にしないのかと。逆になんでここはタタタタじゃないんで、タカタカなのかっていうと、ニュアンスの違いで僕はこっちの方が、こっちで歌っといた方が曲のニュアンスに近いなっていう風に思ったので、こう書いております。はい。で、ひとまずちょっとそれの説明の前に先に下の方行きます。まず A メロ最初。
英美の入った瞬間ですね、ジャーって書いてて、下にこれクラッシュシンバルの全音符、ひし形ですね。僕ひし形下手くそなんですけど、これひし形書いてます。で、一番下は丸ですね、バスドラの全音符です。なんで、ジャーン、アン、アン、一小節伸びたら、その次に書いてある5。で、下に太線書いてあるの5小節休みっていう意味です。なんで、まあ、一番最初含めて実質6小節休みみたいなもんですね。で、その次ここ。で、ここの部分は、ドン、ツ、ド、ドッツって書いてあるこの譜面ですね。これ、A メロのドラム入りのとこなんですけど、ここで、2拍目の前、ここですね。ここにもなんかハイハットのような音が入っていたり、で、究極言うとこれがハイハットに聞こえません。で、リムショットなんじゃないかっていう解説の動画を見ました。またリムショット&ハイハットなんじゃないかって解説の動画を見ました。僕の答えとしては多分生ドラムじゃないです。なのでもうこれで良いと思います。で、ここにハイハットを入れることによって、ここに対する同音、前段音みたいなイメージなんで、ここのツの勢いが増すんですね。で、それはそれかっこいい。ドーン、ツツッド。つつってやるのもかっこいいんですが、その音符がないじゃなくても音楽的に影響がないで、主音じゃないので、メインの音じゃないので省いていってます。なんでこの譜面で全く問題ないし、この譜面でも十分完コピです。で、その次、ここですね。うんどんつ。で、このハイハットもハイハットなんかなんなんかちょっとよくわかんないような音なんですけど、僕はハイハットでいいと思います。はい。で、その次、2小節目。というかまあ、A メロで言うと、6、7、8小節目に与えますかね。のところが、ここです。ドン、ツ、ド、ド、ツ、ツってなってます。ドン、ツ、ド、ド、ツ、ツ。ここだけ4拍目がツ、ツになってるんですね。で、その次の部分は、ドン、ツ、ド、ド、ツなんで、一番さっき、最初さっき説明したところと一緒です。A メロの7小節目ですね。さっき説明した7小節目と全く一緒です。その後は5小節繰り返しです。なんでアブリビエーションマークの上に5って書きました。ここまででイントロと A メロが終了になります。先ほども言いました概要欄のところに写真の PDF のリンクみたいなの貼っておけると思うね。貼っておきます。それなかったよっていう方言ってください。LINE や Gmail なら送れるのでそっちの方に送ります。これだけ送るなら犯罪じゃないか。丸々一曲誰にでもドーンって配り出すのは確かダメなんだけど、これだけなら大丈夫なので送りますね。はい。で、パターンを説明していきます。で、最初のこの曲テンポ92なんですね。92ってなったら、ちょっと今日も時間の都合上、電子ドラマ音出さないでいきます。ごめんなさい。92なら片手で刻めるんですね。ジャーン、ツッツッ。片手でいけるので、もしかしたら片手なんじゃないかなと思ったんですよ。最初のツッツッがつく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 に聞こえなかったんですよね。つまり交互に打ってたらっていう書き方になるんだけども、って片手でしかもアップダウンつけてないようなアクセントなしで叩いてるようなニュアンスに聞こえたので、歌い方もドンつく、タクツ、ドつく、ドク、タクつくって、つくつくって歌わないで、ツツツツって歌うようにしていました。皆さんもこれでやってみましょう。ツツツツツツツって言いづらいですけどね。でも、このイントロの4小節目のところの、タカタカは、タタタタじゃなくて、タカタカにしたんですよね。で、なんでかっていうと、タカタカに聞こえたからです。なので、ここもなんか本当に叩いてるって思っちゃったのは、ドツツツツツツツの交互打ちのニュアンスとタカタカのニュアンスがなんかあまりにもかけ離れてるような気がしたので、片手でってやってるような感じに僕は聞こえたので、こういう書き方してました。ただ PV とか他の方の YouTube の説明を見てもみんなっていう風にずっと交互落ちだっていう風に書いてたので、僕も交互落ち説明でいきたいと思います。わかんない、真相はわかんないし、もう究極言うと
打ち込みかもしれないなってちょっと思いましたね。だ重ねてるかわかちょっとそれはわかんないですけど、別に批判するわけではないけど、叩いてるのかな、これは何なのかなっていうような感じのドラムの音がします。はい。ですね。はい。というわけで、じゃあ、一章説明からやっていきます。ちょっと説明をちょっと短めにしていきますね。まず、口で歌っています。1小節目、2小節目、3小節目、4小節目。つまり、イントロ全部通して1回歌っています。1、2、3、4。じゃんつつたつつどつつどつたつつつどつつつたつつどつつどつたつつつどつつつたつつどつつどつたつつつどつつつたつつどつつどつたかたか。はい。まずこれをゆっくりでいいので歌えるようにします。歌えるようにしたら、歌ったまんま音を記憶したまま叩けるかなで挑戦してみてください。じゃんつつたつつどつつどつたつつどつつつたつつどつつどつたつつどつつつつたつつどつつどつたつつどつつたつつどつつどつたかたか。で、これリピートマークなんでもう一回戻ります。2周。感じになります。で、このジャンツツタツツとツツとツタツツツってこうドラムのパターンを歌いながら歌ったまま叩くというのが難しいですよっていう方は、今からやるカウントの方法でやってください。つまりカウントの 1E エンダー、2E エンダー、3E エンダー、4E エンダー、どこのカウントでどこを叩いているのかっていう脳みそで一個一個解析してください。時間はかかるけど必ず声でできるようになります。じゃあ僕が 1E エンダー、2E エンダー、3E エンダー、4E エンダー言いながら叩いています。ゆっくり行ってみます。で、YouTube ちなみにもっと遅くできるので低速機能とかも使ってみてください。で、ちょっと足の動きは分かりやすいように左足で踏んでいますね。 1E エンダー、2E エンダー、3E エンダー、4E エンダー、 1E エンダー、2E エンダー、3E エンダー、 4E エンダー、 1E エンダー、 2E エンダー、 3E エンダー、 4E エンダー、 1E エンダー、 2E エンダー、 3E エンダー、 4E エンダー、 エンダー、 2E っていう感じになります。はい。で、ここが、イントロの部分になりますね。で、その次 A メロの部分いきます。 A メロの部分、まず最初はじゃーん、感情のならだたんだ、ちょっと歌詞忘れちゃったけど何か言ってますね。で、その後5小節お休みになります。で、その次7小節目ドラムが入ってくるところから説明するんですけど、まずパターンはドンツドドツドンツドドツ、この歌を覚えた方がいいです。ドンツドドツ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 、これをまず歌えるようにして、そのままドンツドドツドンツドドツってやった方がいいです。で、今のこの歌い方だと休符とか歌ってないような感じなんですよね。で、2拍目のところ、2E エンダーのところ、この2拍目、2E エンダーのところにちっちゃいう、カッコしてうって書いてあるけど、ドン、ツードツードって歌った方がタイミング的には狙いやすいかもしれない。で、その次3拍目のところも、跳ねた音で歌うんじゃなくて、うんどんって歌った方が、3拍目はうんどんって歌った方がタイミング的には安定しやすいかもしれない。でもそうすると遅れちゃうかもしれないですね、タイミングが。で、いつまで経ってもその遅れを取り戻せない、きちっとしたポケット正しい位置に入らなくなってしまう可能性があるような気がします。特に初心者の方それが起こりそうな想定があるので、ドーンツードッツっていうふうに最初の音以外の後の2つのバスター、つまり2拍目の 2E エンダの音、3拍目の 3E エンの音、この2つの音はちっちゃい続けてドッドッっていう風に歌った方が僕は綺麗にはまるんじゃないかと思います。ドンツードッドツドンツードッ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 って歌った方がいいです。もし休符を入れて安定させて歌うなら、ドンツードウンドンツドンツーとうんどんツーって言ってあげたいなんです。もうこの時点でなんかちょっとうんとこうどっこいって感じがしますね。なので、ドンツーとドツードンツーと
ドッツっていう風な歌い方にした方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい。で、今の歌を歌いながら、曲に合わせたりとかするんですけど、まずは曲に合わせて歌う練習した方がいいかもしれません。ドンツドドツドンツドドツですね。本当はここで曲に合わせて歌えたらいいんですけど、ちょっと著作権侵害とか怖いのでちょっとそれができません。ちょっとその状況も聞きたいなっていう方はレッスンでまた言ってください。やりますので、その場ですぐ終わります、こんなのは。で、これ実際叩いてみます。ハイハットは全部右手叩きます。こんな感じ、ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、ツー、ドン、ツー、ツー、ドン、ツー、ドン、こっちにしますね。ドン、ツー、ドン、ツー、ツー、ドン、ツー、ドン、ツー、ツーってやってるような感じになります。はい。で、これもいろんな説明見て僕も聞き直してみたんですけど、こうしてるかもしれない。ドン、ツー、ドドツドンツドドツツドンツドドツみたいな感じで、なんかハイハットがもう一個増えてるような気がするところがちょこちょこあるんですよね。ただ最初の説明でも言ったように、これがまずハイハットの音なのかみたいな、電子のドラムの音のような気もするし、なんかちょっともうちょっと別のような、ちょっとハンドクラップもどきみたいな音もするんですよね。なので、その音まで再現するかって言われると僕しなくていいと思います。で、この曲は16ビートの曲なんですね。16ビートの曲は 1E&A、2E&A、3E&A、4E&A、 これが基本のリズムの軸になっていきます。で、このリズムの軸の時に特に取り逃しちゃいけない音っていうのは 1E&A の1と N の音なんですよね。省くとしたら E と D の音です。基本的に1と N のところに入った音はあんまり省かない方がいいです。リズムの骨格がすごい崩れる主音と言われる音になるので、この主音は省かない方がいいです。で、中にもシンコペーションっていうのがあります。それは2E&A、 E と D のタイミングに来る音がシンコペーションってわけじゃないけど、ところに来る音がシンコペーションっていうリズムの技法になっていることが、初心者の方まだわからないと思うけど、そのシンコペーションの音も抜くことができないんです。ただ僕がさっき言ったドーンツツッドッドツッみたいな、ちょっと入ってるか入ってないかわかんないこのハイハットの音は、主音の音でもなければシンコペーションの音でもないんですね。前段音って言われるものであったりとか、アポジャトゥーラっていうんですけど、とかあと同音、リードトーン、導く音だったりするので、こいつ全然省いていいです。あったらあったでかっこいいけど、なかったらなかったで音楽的にぶち壊さないので、これ省いていいです。はい。なので僕は今回記載している譜面で完コピっといて全然問題ないと思います。はい。というわけで今のところの説明ですね。はい。今のカウントでやっています。ちょっと離れましたが、さっきのドーン、ツドドツっていうパターンをカウントしながらやります。ここのパターン、こういうスカスカなリズムのパターンは特にカウントしながら叩けることがめちゃ重要になります。こんな感じです。 1E&A、 2E&A、 3E&A、 4E&A、 1E&A、 2E&A、 3E&A、 4E&A、 1E&A、 2E&A、 3E&A、 4E&A っていう感じになります。で、その次、A メロの、8小節目にあたるところですかね。はい。休みも入れて8小節目にあたるところ、ここの4拍目だけ明らかに違う音が入っています。ツーツー、この8小節目のところを歌うとドーン、ツードドツーツーになってます。こんな感じ、ドーン、ツードドツーツー、最後が 4E&Aの音まで入ってるんですね。これは圧倒的に入ってる気がしたので書きました。カウントでやった方が分かりやすいです。こんな感じです。 1E&A、 2E&A、 3E&A、 4E&A、 1E&A、 2E&A、 3E&A、 4E&A っていう感じになってました。はい。その次、6、7、8、9小節目のところですね。9小節目のところはさっき言ったように7小節目と一緒なんで、ドーン、ツッ、なので 1E&A、 2E&A、 3E&A、
ダ、フォイエンダ、一緒です。で、その後5小節もまた一緒になります。また変わりません。一応 A メロをカウントしながら、ドラムが入るところからやっていますね。ワイエンダ、あ、左足にしましょうかね。ワイエンダ、トゥイエンダ、シイエンダ、フォイエンダ、ワイエンダ、トゥイエンダ、シイエンダ、フォイ。もう一度遅くしようかな。ワイエンダ、トゥイエンダ、シイエンダ、フォイエンダ、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 ワイエンダ、トゥイエンダ、シイエンダ、フォイエンダ。あともうずっと繰り返しになります。はい。こんな感じで、歌いながら、まず書く。そしてドラムを歌ってみる、そしてカウントしながら叩いてみるという行為を絶対行ってみてください。で、これを実際通して叩いてみる感じになりますね。で、ちょっとフレーズを歌いながら、小節をカウントしながら僕がやってみます。で、一応ちょっと92テンポ出しながらやってみましょうかね。本当は曲流せたらいいんですけどね。なんか曲流してやってる人もいるんですけどね、なんか噂によるとプリテンダーは結構ブロックは硬くて引っかかるらしいですよ、著作権に。ちょっと尺通りやってます。なんで最初4小節休みのところもいらなさそうだけどやっていますね。1 2 3 4 2 2 4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 
次 B メロに入っていくという感じになります。はい、でこれをカウンティングバージョンでも一回やってみますね。最初も最初はカウントしなくていいか、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、ツー、スリー、フォー、スリー、ツー、スリー、フォー、フォー、ツー、スリー、エンド、フォー、エンド、ワン、エンド、ツー、エンド、スリー、エンド、フォー、エンド、ワン、感じになります。はい、でこれもっとゆっくりなテンポからリズムを歌う、もう歌うだけからやっても歌うだけ、歌いながら叩けるかな、今度カウントしながら叩けるかなっていうのもやってみてください。で言いながら叩くのが難しい人はもちろん言わなくてもいいんです。で中には言いながら叩いた方がやりやすいじゃんって人もいるかもしれないです。その人は結構ですね、もうドラムの習得は早い、脳みそ作りができてきてる状態なので非常によろしいんじゃないかなと思います。もちろん必ずしもそれができなくても良いですけどね。はい、でこんな感じでイントロと A メロまで説明してみました。もうしつこいですが、書く、ドラムを歌う、そしてカウントしながら叩く、
もうこの 3つのブロックをやれば、もう十分大成長になります。もう今みたいに通して早くできなくても、ゆっくりパターン叩けるようになるだけでも、この3ステップをやるだけでも、すごいドラムの大きな成長になりますので、もう本当ぜひやってみてください。もうどんな体の使い方を覚えるよりも、どんなテクニックを覚えようとするよりも、何よりもやっぱりこのアプローチが一番うまくなるし、手っ取り早いですね。荒療治な感じでありますが、これぜひやってみてください。で、それをやった先に必要なテクニックや体の使い方を身につけていこうと。初心者、初級者の人は、まずはこういうところから始めます。はい。レッスンではもっと簡単なところから始めるので、ちょっと挑戦と思ってぜひ頑張ってみてください。良いかな？もう言うことないですかね。はい。というわけで以上、プリテンダー第1回目になりました。まだまだ続きます。お疲れ様でした。